やっと食った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 よ。よし、くそ、おはようございます。久しぶりの湖海側。だいぶ水減ったから、湖海上流水は今日涼しくて曇り。変更を忘れたんで見えません。あ、だいぶ水減りましたわこれ。いればいいな。行きますか中に。あ、だいぶ減ったね。いや、ちょっとでもまだ多いか。本当に少ない時よりは多いのかな。あ、なんか、あ、オイルしてるわ。オイルしてる。魚はいるっぽいですね。オイルを見れるとちょっと安心するよね。どうでしょう、今日は。すっげえクリアアップしてんな。やっぱ、いいっすね。上流は。いいね。スピナベ。やっと。ね、秋らしくなってきたから知ってるやつが釣れればいいな。この間海鮮にスーパービッグ釣られたんで、今んとこなんもないし、反応なし。じゃあ組の OK にしますわ。ワンテンいきますよ。なんか、ね、ローライトで風出てきて、なんか魚の毛がすごい、水面がざわざわ。いや、なんか良さそうだよ。うわ、めっちゃいいじゃんこれ。食いそう。多分そうっすよね。激アツな日だよここ。本当は多分超釣れる日だよ。お、来た。うわー、来た。めっちゃ絞ったもん。お、来た。うお。食い上げ来たよ。すごっ。ワンテンにしたらすぐ来た。と40ぐらいありそう。粘る粘る。太鼓のあるいいバスちゃん。よっしゃせー。わあ、結構ある。40ぐらいあるぜこれ。わあ、いいね。30後半ぐらい。秋のワンテン、針の跡がすげえすこいつ。5、6発釣られてますわ。ルアー好きなんだ。ほら、いいバス。ワンテンバス。いや、魚っ気はすごいあるから釣れると思うんだけど。ちょっと一旦パイセンやります。パイセンで。まあ、釣れるっしょ。釣れんだろうよ何やっても。なんか魚は結構入ってるっぽい。ボイルも多いんで、ね、いいサイズいればいいんだけど。どうしよう、いなかったら。ここはね、スモールもラージも釣れるっすからね。あれ、配線リグ当たんねえよ。ダメかね。ちょっと緩んだ方かね。こっちのテトラの方の。どうやって釣るか。いや、いるのは間違いないんでしょうけどね。あ、食った。食った。食いましたよ、やっと。結構引くわ。いましたね、やっぱね。
そんなに大きくないだろうけど、でもすげえ元気だねやっぱり。適水温だからかな。おいおいで。30ぐらいですかね。まあまあっすね。いい時期だこれ。危ねえ、速攻外れた。30ちょいぐらいですかね。釣られたバスだな。やっぱいるにはいるね。ちょっとだから緩めのところにした方がいいかもな。ちょっとやっぱ強めのところはきついかも。やっぱ 1.8 ぐらいじゃないと風やっぱきついね。あ、普通に降ってきた。やーべー、雨強くなってきたわ。普通の雨ですね。いやこれめっちゃ釣れそうな天気だな。天気的には最高なんじゃないですか。冷たくないんですよね、やっぱまだ。コンってこない。お、くと、くとくと。ちっちゃいか。おお、結構でかい。お、結構でかいんじゃないこれ。え、でかくね？なんで、なんだこの引きがおかしいな。え、でかくね？そんなでかくないか。なんかあれ、なんか川市なのかこれ。ちょっと危ねえな、雑にできねえこれ。なんか薄い気がする、かかってて。そんなことないか。ああ結構いいサイズだ。あでも、あ大丈夫だね。おお、いいバスだ、いいバス。ほらほら、いいバスっす。やっぱさすがパイセンリグ。いやー危ないよこれ。ほら、うんって思ったら川でしたね。ギリギリ。危ねえ、よかったバレなくて。いきます。重てえもん、ちょっと。いやちょっとトップにしますか一回。サミってさ、すごい出るんだけど、出るけど乗らないイメージですね。どうなんだろう。よし、サミーさん。いや、とりあえずね、風だけはなきゃいいわ。あのね、あっちの岸際、ラージゾーン。あの、岸際だけね、流れの、あっちの流れの弱い岸際だけ。結構だから、いいとこ入れなきゃダメっすよ、これは。いいとこ。ドバッと。もうない。おい。あれか。トップ出ないか。サミーさんでも。わあ、いいとこ。ここ行きたいな。お、食った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 よ。よし、ちっちゃい、ちっちゃい、これでした。サイズが一気に下がりましたね。すごいちっちゃいのは釣れたけど、普通ちょっとノーマルサイズ釣りたい。トップが折れたんだ。
ありがとうございます。ありがとうございます。アユじゃない、アユ。サイズが変わっちゃってんのか、これ。お、釣れました。お、おめでとうございます。お、マジっすか、いいっすね。いや、すげえちっちゃいっす、豆っす、豆っす。これ、うわー、くそー抜けちゃいました。くそー、もったいねー。まあまあ良かったっす。やっちゃいました。ありがとうございます。やっと釣れます。やっと釣れたよ。いいんじゃない。うわ、抜けた。抜けた、マジ。わあ、バラした。お疲れです。ちょうど今そこで2匹バラした。くそ、くそ、めっちゃ臭いんだけど。草ガメじゃない？草ガメ？あ、これお腹が臭いの。へえ。くそ。ガメちゃん、このくせえ玉。Gクラックのこのタマワームみたいな、これっす。いや、だってさ、動きやばいもん、これ。動き、このね、こんなわけわかんねえセッティングにして見えっかね、半端ねえふわふわすんすよ。ちょっとキャロみたいにしてやると当たり出ます。マジか。まあ、ちょっとこれあれだな。釣れちゃったよ。うわ、取れてなかったけど。
れちゃったよこれで40グレーの。取れてるな。やば。連続だ。でけえ。でけえの釣れた。よっしゃ。うわ、なくなった。でけえ。やった。これやばいな。このシンサグワームな。4号ぐらいありそうじゃね。センチですかね。よいしょ。お、久しぶりに44。久しぶりにいいの釣れた。やばいわ、アームじゃないのこれ。44、重て。ガツ。いや、躊躇なくでかいの食ってくるっすよこれ。今んとこ40アップ2本ですね。ああ。お、来た？おお。お、しかも結構いいやつ。うわあ。デスさんできました。おい。おお。おお。ブリトニー。ブリトニー来た。最高ブリトニー。ああ、そっちの現場に入らすわけにいかないんだ。飛ばす現場の方には。お、来てる。お、おー、連発やばいな。デスさん連発じゃないですか。あ、流れの中マジでデスさん連発フィーバーやばいね。お、食った食った。やばい、入ってきたね。食った。よし、大きくないけど食いました。わあ、秋はいいっすね、釣れるから。